ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。開始でまず相手 の、 そのスピードだったり勢いにやられずにしっかり我慢して、自分我慢できればその自分たちのリズムっていうのができてくると思うんで、まずは本当にその勢いを殺すことと、あとは早い段階で相手のスピードになれることが大事かなと思います。どんな大会でもその大会の始まりって本当に、まあ、独特の緊張感があったり、自分たちも何が起きるか分かんないっていうのは今までこういろいろ経験してきたと思うので、そういった準備をしつつも、まあ、何が起きるか分かんないっていうの怖さもありますけど、最善の準備をして戦いたいかなと思います。この大会、まあ、全ての試合がそうだと思うんですけど、まあ、点を取り合う試合は多分あんまり多くないと思うので、しっかりチャンスで決めることだったり全員で守って1点というものを大切にやっていきたいなと思います。しっかりチーム全員で勝ち切れるように、まあ、日本でやるということでたくさんの応援もいただけると思うので、しっかりそれを力に変えて頑張りたいと思います。